リンリン、ハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。イエイ。はい。今日は、こちらのご紹介です。リントのお宝ということで、戦国ドライバー&ドリアンロックシード&バッカモンロックシード&どんぐりロックシードです。はい。今日はね、こちらの方のご紹介をしていこうかなと思います。こちらも、仮面ライダーガイムに登場していた、城の内、秀康ですね。仮面ライダーグリドンやグリドンですね。の、ロックシードと、ホーレンピエール・アルフォンゾ、仮面ライダーブラーボの、ロックシードの方のご紹介です。はい。私が好きな、指定コンビでございます。この指定コンビ最高です。はい、ということでご紹介していきましょう。じゃあ先にドリアンロックシードから。で、それ以外の2つは後ほどという形でやっていきましょう。じゃあ戦国ドライバーも。で、これね、プレートが差し替えれます。なので、ブラーボのに変えます。ちょっとロックな感じの曲が流れますね。そしてこちら、こっちは音はっていうロックシードのロックシードバトルの音が鳴りますね。はい、こんな感じです。では変身していきましょう。じゃあちょっとほうれんさん風にね、やってみよう。変身。あ、お刺さっちゃった。こうだね。こうやるとお刺さるんだよね、ここで。こうやって。こうだね。変身。ミスターデンジャラースということで、これで仮面ライダーブラーボに変身完了。必殺技、ドリアンスカイ。では次2回、ドリアンオーレ。では3回、はい。まずね、フルーツモチーフっていうところもすごいんだけど、ドリアンがモチーフなんだよね。ドリアン。で、ちょっと、なんだろう、パンクロック風って言ったらいいのかな？すーごいメタルというか、ロックというか、メタルというか、なんかね、すーごいトゲトゲしい感じで、激しいライダーでしたね。で、しかも変身しているライダーの、人が、オカマっていうね、ライダー役というか、ライダーの人が、オカマなんだよね。で、パティシエなんだよね。で、元軍人なんだよね。もう、属性モリモリすぎてよくわからんっていう。元軍人のパティシエで、オカマ。不思議なキャラクターでしたね。もう一回変身しておきましょうか。で、変身の時も、変身って貯めて、パカーンって開くんだよね。変身。はい。じゃあ次は私のお気に入りのライダーの変身をやっていきましょう。二つ、実はどんぐりね、あるんですけど、一個はね、開くと、ちょっとこういう。あ、この人がホーレンピエール・アルフォンゾ役の、吉田メタルさんですね。バッカモンロックシード。はい。これは後でやっていきましょう。じゃあ、ここのプレートを変えて、グリドンですね。グリドン最初出た時はね、ちょっとカマセイヌっていう感じで、しかもいいところだけを取っていくっていう、ちょっと、なんだろう、なよなよっとしたキャラクターだったんだけど、最後ね、かっこよくなるの。この、
もこれを持っているホーレンさんのところにね、弟子入りすることによってかっこよくなるのよ。かっこいいのよ、どんぐりなのに。で、音はさっきと一緒ですね。おっとっとって感じです。じゃあ変身していきましょう。パティシエ、なめんなよ。はい、ネバーギブアップということで、ちょっと引っかかっちゃったね、これやるときに。あ、お刺さっちゃった。必殺技ね。なんかさっきお刺さるときに、引っかかっちゃった。はい。ネバーギブアップということで、これで仮面ライダーグリドンに変身です。武器はハンマーですね。もう一回変身しようか。いやー、かっこいいんだ、グリドンは。見た目があれだけど、最終的にめちゃめちゃかっこいい仮面ライダーでした。では、必殺技。次、2回。では、その次。はい、変身してるね、果実がどんぐりなんですけど、どんぐりって果物かって思うんだけど、なんかね、どんぐりで変身してる割に最終的にかっこいいライダーでしたね。はい、でちょっとそのギャグ界で登場したバッカモンロックシード、でこれはね、ガチャポン版なので、これを押しても音は鳴りません。ここで音が鳴ります。で、こっちに変身音が入ってるんで、こっちは切ります。変身。はい、これはね、ホーレンさんが当ててる音ですね。てーん、てててっ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 てん、てててててーん、てーん、てててっ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 てん、てててててーん、バッカモン、恥を知りなさーいっていう感じでね、入ってます。はい、で、この後必殺技なんだけど、いい言葉がね、3個続くんで、3個ともいきましょう。まず1回目、では次、ただこれ戻っちゃうから、どうしたの、この程度で音を上げてちゃ本物にはなれないわよ。はい、では次3個目、なかなか素敵だったわ。あなたもどうやら一皮むけたようね。ちょっとだけ認めてあげてもよろしくよ、ボーヤ。はい、という3音が流れます。坊やっていうのは、このこれを使った城之内に対して言ってるんですけど、城之内ね、見た目もかっこいいんだけど、なんかね、ちょっとこうね、なんかいいとこ取りだけしようとする感じとかね、ちょっと卑怯なところも、まあ作詞までいかないけど、作詞になりきれない作詞みたいなところがあってね、でもそれもね、可愛くてかっこよかった。私は城之内のね、最後の成長がすごい良かったので、よかったらそちらの外務も見てあげていただければなと思います。ということで今回は、バッカモンロックシード、戦国ドライバー、そして、こちら、ドングリとドリアンのロックシードのご紹介でした。以上、リントでした。バイバーイ。
最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので概要欄よりフォローお願いいたします。